ナンバー・アイ・ハワイでジュエリーショッピングの願掛け。そして、新たなる挑戦に向けたハワイ事務所設立の動き。日本のアイドルグループナンバー・アイがハワイでの滞在中に行ったジュエリーショッピングが話題となっています。この記事では、メンバーたちが訪れたハワイアンジュエリーブランド、バクシーでの購入や、ハワイでの活動について詳しく追っていきます。 また、ナンバーアイの今後の展望として、ハワイ事務所の設立計画についても報告します。ハワイでのジュエリーショッピングの願掛け。ナンバーアイのメンバー、平野志洋、神宮寺裕太、岸優太がハワイで行ったジュエリーショッピングが注目を集めています。11月25日に配信された YouTube 公式チャンネル。 ジュービンの生放送でハワイ滞在中の様子が報告されました。特に注目を集めたのはハワイアンジュエリーブランドマクシーでの購入です。マクシーはワイキキに本店を構え、ハワイの伝統的な彫り柄にファッショナブルなデザインを融合させたジュエリーブランドとして知られています。 熟練の職人が一つ一つ丁寧に彫りを施すことで品質にこだわりながらも個性的で魅力的なジュエリーを提供しています。芸能関係者によれば平野、神宮寺、騎士の3人は店内で自然な感じでジュエリーをチェックし、特に平野さんは熱心にいくつものジュエリーを購入したとのことです。 選んだジュエリーは永遠なる思いをコンセプトに身につける者を災いから守り、神秘的な力を与えるモチーフが込められたものでした。これはナンバー・アイが今後、海外での活動に本腰を入れる覚悟の表れであり、願掛けの意味合いも含まれているようです。ナンバー・アイの活動の幅広さ。 ナンバーアイは、ジュエリーショッピングだけでなく、その他の活動でも注目を浴びています。例えば、11月にはイブ・サンローランとのコラボでオープンした香水ショップにおいて、300人もの行列ができ、ファンの熱狂ぶりがうかがえます。その影響で、タイアップ動画の放映が中止されるほどの盛況ぶりでした。 また、平野は香港で行われたルイ・ヴィトンのファッション承認も出席し、韓国スターとの交流も果たしました。これらの活動からも、ナンバー・アイのグローバルな展開が進んでいることが伺えます。その次なる展開として、ハワイ事務所の設立が計画されていることが報じられています。新たな挑戦、ハワイ事務所の設立計画、ナンバー・アイは、 今後の展望としてハワイをはじめとした海外に拠点を築く計画を進めています。芸能関係者によればハワイを拠点とすることで海外での活動をより一層強化し一大プロジェクトとしてハワイ公演も発表される可能性があるとのことです。ハワイは観光地としてだけでなくエンターテインメント業界においても注目を集めています。そのため ナンバーアイがハワイに拠点を設けることで新たな可能性が広がることは間違いありません。ファンは今後ナンバーアイのハワイでの活動に期待が高まっていることでしょう。ナンバーアイのメンバーがハワイでのジュエリーショッピングを通じて願掛けの覚悟を表明しました。これはグループがますます国際的なステージに進出するための一環と見られています。 また、新たな挑戦としてハワイ事務所の設立計画が進行中であり、これによりグループのグローバルな活動が一層加速することが期待されます。ファンはナンバー I の今後の動向に注目して、彼らの成長を見守ることでしょう。12月24日の10便の生配信での新たなサプライズにも期待が膨らみます。